こんにちは。海進整骨院の加藤正樹です。今回は寝つきを良くする方法をご紹介したいと思います。で、寝つきを良くするためにまずすることといえば体を温めることです。というのも、人間眠る前っていうのは体温が上がるんですよね。で、体温が上がって体の表面から熱を逃がすことによって睡眠モードになってくれます。で、赤ちゃんにしてもそうなんですけど、手足が温かい時って大体眠たい時なんですよね。というのも、手足を温かくしてそこから熱を逃がして、で、しっかり眠ろうと働いているんですよね。ですので、体を温める、冷やさないようにするっていうのがすごい大事になっていきます。で、その方法としてはですね、しっかり湯船に浸かるということです。これから暖かくもなってくるので、シャワーで済まそうという人も多いと思うんですけど、そこはちょっと面倒くさいですけど、湯船にしっかり浸かって体を温めてっていうことをすることで、しっかり寝つきを良くすることができます。ですので、皆さんも寝つきを良くしたいなとか、次の日大事な仕事があってよく寝ないとっていう時には一度試してほしいなと思います。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。